デッドバイデイライトやっていきましょう。さあ、今回のキラーさんは何かな。またシェイプかな。さあ、色が変わって初という感じですね。あ、そうそうそう。どうも、エルザレトです。そうだ、名前言うの忘れてた。さあ、まずは、トーテム破壊していきましょうか。ポイント稼ぎね。ドーンと。ですよね。あー、マジか、トラパサイ。うまい、トラパサイ、うめえなー。なるほど、めちゃくちゃうめえな。ね、いきなりとりあえず離れる。いや、マジでさ、おサンキュー。あー、しかもセルフケアかなんかあれしてるから早いね、治療がね。さすがです。さあ、ガンガン外したり回したり。ああ、追っかけられてるね。ナイス。ただ全くね、直せてないのよ。セルフケア持ってるから、とりあえず意図して直すの優先しよっかね。じゃないと、このまま。ただ誰か今追われてんのかな。あそこ通ってもあるね。あのトーテムはとりあえずちょっと見に行こう。破滅とか持ってきてないから大丈夫だと思うんだけど、ノーワンがあるかどうかなんだよね。ないとせっかく脱出できてもね、意味がないんで。さあさあさあ、怖えな。怖えな。この時間何も来ないっていうこの時間が一番怖えよ。
してこそーりと。さあ、こっちには何かあるわけではない。あー、マジか。いやー、これそうだね、2回目か。そうそう、どん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 直してくれ。でもそうだね、もうキラー時代にこう無駄な動きがないからさ、うまいこと誰かがチェイスして引きつけたりとかしない限りは難しいね。なんか全然前と違う気がする。あ、間に合わないかなこれ。なんならそこ取りバサミ一人引っかかるよ。ですよね。ナイス味方。さあ、一回回復して状態を整えていかないとね。2回目か、3回目か。ここね、僕苦手なんだよね、逃げにくくて。道がね、ちょっと分かりづらいのがあって。なるほどね、こうなってるわけね。だよね、もう。で、肝心の味方とキラーの場所をちょっと特定しとかないと。え、今どうなってんだ？せめてキラーの場所だけちょっと抑えないとね。こうやってしてて後ろにいたなんてね。ちょっと待ってね、ここちょっと待った、今ガチャンって音がしたけど、いやー、トラッパーマジうめえか、うめえな。
まあ、チェイスした時に板を使うからっていう心理を完全に把握してたけどね。いやまんまとやられて。ほんと。回してても大丈夫そうかな。そうだね、ぐるーって一周したけど全然いる感じがしないよね。さあ、曲が聞こえるってことはこの辺りいたんだね。にいると、結構向こう向こうで見つけれなくて困ってる感じだね。さあ、もう一周軽くしたら、ナイス。やっぱそうなるか。さ、この隙に。さあ、さあ、いやー、ごめんかった、今の。ナイスチェイスだったね。
探してる探してる。ただあの地下に行かないとない感じだね。いやーこれ時間との勝負だなマジで。いやー分かった、やっぱダッシュ系ないときついわこれ。あら、地下も直してるってなると、あっちの方向だね。今さあさあ、私は出たいんだ。あれは言ってくれって合図だったんかな。いや、ここは。やばいやばい。中にいるね。いやー待ってるもんね、だって。いやーごめんなさい、行かせてもらいます。イエーイ、危な脱出。いやーできたー。あそこで焦っていくとね、待ち伏せされるから。いやー危なかった。さあ、まあ目標協力が今回は上がらなかったね。この2つがねちょっとね僕はなんか苦手な気がするね。いやー発電機の修理、あ道具も持って帰れたね。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあね、やっぱ光をもたらすものとかいろいろあるんだけど、比較的にそろそろこれ赤一つはゲットしとかないと、ね、なんか僕勉強し直そうかなとか思ったりもしますが、まあこのあたりね、これをどれか一つでも赤に持ってきているといいんじゃないかなと。二つ上がるからね。まあそんな感じでちょっと意識しながらやっていこうかなと思います。それでは、今回はここまで。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。